こんばんは。寒すぎなんだけど。こんばんは。タコさん、たくさんありがとうございます。寒いんですけれども、皆さん大丈夫ですか？待って、めっちゃ寒い。なんか急に、なんか今ちゃ集中してマルシェ書いてたからさ、部屋が寒いっていうことに気づいてなかった。めっちゃ寒い。疲れ様でーす。タコありがとう。マルシェ進んでる。めっちゃゆっくり進んでる。めっちゃゆっくり進んでる。ひな、本当にさ、ひなって本当に大バカ者なのかもしれない。なんかせっかく、よし！頑張って書いたってところまで行った瞬間に、急に消したりしちゃうの、間違えて。で、なんか、もう戻れないみたいな。で、もう一回一から書き直しみたいなことが多すぎて、気をつけてるはずなんだけど、なんかそういうことが多すぎてめっちゃ、自分のこと嫌いになりそう。こんばんは。今日もライブありがとう。ありがとう。今日もライブありがとうございました。今日は、横浜だったんですけど、楽しかったです、今日も。なんか前髪の調子悪くて今日めっちゃ大変だった。大変だった。こんばんは。もう家帰ってきてからマジで集中してマルシェを書いてたね。全然進んでないんだけど。眠いです、だから。眠いです。ちょっと一回寝たいよ。一回寝たいなーみたいな。でもまだこの時間でよかったなーって感じ。なんか、これでなんかもう、めっちゃもう夜中みたいな時間とかだったら結構もキャラになったかっしょん。すごい、めっちゃ、下から画角ブスすぎ。下から画角ブスすぎなんだけど。タコたくさんありがとうございます。で、みんなに配信ありがとう。いやー、でもね、本当に今のうちにやっとかないと絶対にまた1時ぐらいになっちゃうだろうからって思って先に配信しようと思った。先に配信しようと思いました。なので、じゃないと絶対後悔すると思って。
電波悪い嘘。こちらは悪くないですけど、みんなから見て止まってる。タコありがとう、たくさん。ありがとうね。ネイル変えたいな、早く。ネイル変えたいんですけど、いつ変えれるかな。いつ変えれるかな。次は冬カラーかな。ね。白とかかな。でもひなっていつも白とかよ、白かピンクしかやってない気がするネイル。白とピンクばっかりな気がする。前々回も白っぽいのだったんだよな。確か、まあいっか。全 然やってるしね。一番無難で失敗しないか。はい、じゃあ、こんばんは。久しぶり。久しぶりだよ。このギャラリーにあったファッション。こんばんは。お目めきれい。ありがとう。最近、ちょっとラメの入れ方を変えたんです、目の。ちょっと目がうるうるして見えるように、この目のね、キュッところにラメをのせるようにしたら、ちょっと泣いてるみたいなの。わかるかな。ちょっと涙出てるヤシちゃん、みたいな。あと、ここ、わかる？ここ今光って。この目地の、ここにもラメを入れると、こう横向いた時とかに、それこそ、泣いて？って思わせる。ほら、泣いて？って思わせる。こうやって、横パッて横向いた時とかに、キラン！涙？みたいなね。みたいなね。泣いてるのかと思った。見事に釣られてます。見事に騙されています。騙されてっていうか、いい騙されです。ここのね、キワキワにもラメ塗ってるから。ちょっと泣いてるように。ミスちゃん涙溜まってる？って一瞬思わせ。はーい、釣れました。イェーイ。マシュマロの女。タコエビ参加してるの知らなかったからタコ集めてなかった。全然だよ。ありがとね。器用なメイクさんだね。涙袋がいいです。そう、涙袋。ここの共有にもラメ入れるけども、涙袋も盛りたいので、涙袋のこっちにもラメ入れてます。だからもう、ラメです。タコたくさんありがとうございます。メイクも日に日に進化して、そうね。本当日によって違うけど。
かなきゃ何に合ったファッション。気になるかな。メイクも奥深い。そう、メイクなんか一番奥深い。久しぶりに来たらめっちゃ綺麗になっててびっくり。嬉しい。もっと見に来てね。タコがいっぱいだとするかなんで。もうタコと一緒にスクスしちゃおう。しちゃおう。タコ。これ足ね。タコの足。伝わるかな。タコありがとうございます。めっちゃそうじゃない、これ。また違う。タコはちょっとほっぺ膨らますポイント。うん、どう？ここに空気入れた。めっちゃここじゃね？ちょっと空気入れないと、なんか、こけて見える。タコにしては。タコにしてはこけてる。タコありがとうございます。来週の新潟でのチェキの時にやってほしい。もちろん。うちらです。うわ。最近おばあちゃんからタコチュー注意されない？されるかもしれないけど聞いてない。されてるかもしんないけど、気づいてない。しないで。こんばんは。このキャラに似合ったファッション。こんばんは。明日でも結構遅い時間。大抵が結構遅い時間なんですよ。だからちょっとさ、心配。みんな来てくださる方、あったかくしてきて。会いに来てくれるかな、明日。会いに来てくれるかな。野外嬉しいよね。なんかやっぱ、そう終わったら野外さ、少なくなりがちだけど、もしかしたらラストの野外かもしれない、今年。その上、雨を、そんなバリ寒いよね、どう考えても。バリバリに寒くない？それ。どうする？どうしよっか。誰か晴れ女、頼む。晴れ女頼む。このキャラに似合ったファッション、気になる感覚に似合ったファッション。タコたくさんありがとう。こんばんは。
久しぶり、明日行きますね。待ってる。待ってます。風邪ひかないように。そうね、ありがとう。みんなも。こんばんは。タコたくさんありがとうございます。なんかピンクの帽子かぶったタコと、お祭りみたいなタコがいるんだ。かまじい。来週末って新潟だっけ？そう、来週になるのか。今週、来週末だね。そうだね。今日だって、もう末だもんね、今が。今が末だもんね。そうです、来週末は、新潟なので、ぜひ会いに来てくださいね。絶対会いに来てくださいね。てか、会いに来ないと絶対ダメだからね。てか、会いに来ないと絶対無理だよ。てか、絶対に会いに来るべきだよ。てか、絶対会いに来ようね。てか、絶対会いに来てね。てか、絶対じゃないと無理だよ、普通に。絶対に行く。ありがとう。この紅葉が順調に進んでる。ねえ、なんか、結構、少しずつ赤くなってきましたっぽいですね。だから本当にこの来週末がちょうどピークかもしれないかもしれない。ちょうど切れそう。本当に。楽しみ。タコさんありがとうございます。このギャラリーに合ったファッション。そこら大ちゃん希望級の勝者。いや、本当にありがとう。何で会えるの楽しみ。新潟で平に会えるの特別。ありがとう。ちょうど会い飯の時にね、そうね。例年より遅め、そう、例年よりちょっとだけ遅めらしい。そうなのか？そうなのか。いや、でもやばいよね。普通に考えてもう11月っていうことに驚きを隠せない。タコありがとうございます。普通に。こんばんは。日曜日に朝から弥彦に行って新潟市に向かうかと。ふわーふわー。待ってますね。待ってますね。せっかく新潟来てくれるのに仕事で時間合わないよ。二日とも合わないのか。悲しい。会いたかった。お仕事頑張ってね。近所もまだ色づき始め。おー。楽しみだね。いや、紅葉見たいなぁ。紅葉見たいなぁ。なんとかピーちゃんに会えるように予定調節して、お願い、絶対に会いに来てほしい。お願いします。明日は小雨だし、寒そう。寒そう。もう少し体調をすければ。確かにね。ちょっとね、微妙な時間かもしれない。こんばんは。一番大事な人を連れて帰ることであったあの夜。約束した。未来はいつも。フォローしました。ありがとう。こんばんは。タコありがとう、たくさん。
ちょうどオカメで NGT やってるし、合わせてこっちも来てる。え、そうなんだよね。ぜひなんだよね。ちょうどオカメで NGT。ん？オカマとどのぐらいの近さなんだろう。ぜひ来てほしいの。ぜひとも来てほしいんだけどな。ダメかな。ダメかな。車だったらすぐ、じゃあもう新潟の方にはもってこいじゃないですか。新潟、ちょっと県外の方は車じゃないかもしれないけど。大隈とロッツ車で5分10分。そんな近いの？じゃあ絶対に、絶対に NCT ファンの人来てお願い。推しメンのお話し会の間に会いに来てよ。会いに来てよ。そうだよ、まずゆきりんさんが出るんだよ。見に来なきゃ。見に来なきゃ。ゆきりんさん出るのすごすぎるよね。あまりにも。あとは天気が心配。いやー、確かに。天気大事。すべてにおいて天気ってとても大事。引き込められてます。うーん、美味しい。そうなの？なの？こんばんは。マジでしたら終わろうかな。結構睡眠したい。この微妙な時間だけど、マルシェかかないといけないけど、今お家帰ってきてマルシェをめっちゃ集中して書いてたらめっちゃ眠くなったから、一回寝て起きて頑張ろうかな。来週土日新潟曇りのち雨。わ、結構じゃあずっとムシムシなのか。ゆっくり寝て。はーい、ありがとう。菊祭りと紅葉。そうね、ちょうどね、菊祭りと紅葉。みんな新潟来たとき来てほしいな。一回休みな。はい。一回休んで、起きてマルシェ書こうかな。でもマルシェ書くのもね、結構楽しいんだけどね。楽しいんだけど、とっても時間かかるからね。集中してやらないと終わらないということで。一回寝ます。どうしよう、それで明日、朝になってたら。でも明日は結構時間ゆっくりだから、わー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 。まあまあまあ。ということで、今日も配信見てくれてありがとうございました。ライブもありがとうございました。また明日配信するね。今日もありがとう。ランキング読みます。13位、ABS さん。12位、かねちゃんさん。11位、村山やすしさん。10位、ひろゆきさん。9位、正代さん。8位、つるさん。7位、アンドゥさん。6位、ARK さん。5位、ジンさん。4位、ユートさん。3位、ナカさん。2位、ケイマンさん。第1位、リュウさん。ありがとうございます。ということで、一回お休みして、起きて、マルシェ頑張って書きます。頑張りまーす。みんな今日もありがとう。また明日。明日は、野外で、夕方、会いましょうね。結構、遅めの時間だから、もう、結構外は真っ暗なのかもしれないよね。そしたらなんかちょっとめっちゃ野外って感じで楽しみ。おやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。また明日。おやすみ。
タコたくさんありがとうね、みんな。おやすみなさーい。バイバーイ。おやすみー。